世界でも最も危ない街だと言われていたコロンビアの首都ボゴタ。今回はこのボゴタに3泊してみて、実際に本当に危ないのか、どういったものがあるのか、どういった食べ物があるのか、そういったものを全部含めて全部ありのまま皆さんにお見せしたいと思います。今ボゴタの北側のエリア、チャピネロっていうところにいて、今日の朝食の場所を探してます。グラシアス。今いるのはボゴタにある小さいレストランですかね。こういった小さいレストランがボゴタにはいっぱいあります。そこでパンデボーノとかエンパナダスとか、これ何？これはアレパス、スペシャルアレパス。アレパス。I've never seen this one. こういうローカルな店いいですね。サルー。チョコラティコカリエンテ。Love it. Gracias. I wish you guys could taste this. Delicious.皆さんはこれを食べた方がいいと思います。僕のおすすめはこれカルドデコスティジャ。大丈夫？カレーこれ、カレー最初は大丈夫です。あのアヒはかなり危険です。すっげえ汗かいて、むちゃくちゃ辛いですよあれ。もう頭皮むちゃくちゃ汗かいて、今かなり寒いです。その代わりにバスが走ってます。バス専用の道路があって、他の車に邪魔されないので、どんだけ渋滞があってももう時間通りにちゃんと行きます。まあ日本ほどはちゃんとしてないですけど、しかも中、バスの中すごい綺麗です。音がすごいねここしかも面白いことに、バスに乗車してきてスピーチをして、僕はこういうことをやりたいんだと、こういうものを売ってるんですよっていう物売りが入ってきて、バスの中で商売をする人たちもいます。面白いです。ローカルの降りでも全然わからないらしい。いやもうこれは大変ですよ。あの外国人でこういったバスに乗るときはいろいろ調べた方がいいです。そうね、私は初めてだからね。そう、降りも結構調べたんだけど、それでもわかんなかったみたいな。いっぱいいる人。
Gracias. Además de la devoción, la naturaleza. これは楽しいです。ここから500メートル登るみたいです。この教会、モンセラーテの教会といいます。この教会はなんと3000メートルもの高さの標高のところに400年前に建てられたんです。この教会が美しいだけではなくて、さらにここから見る絶景が半端ないです。ボゴタの街が全部一望できます。今まで数多くの国を旅してきて、もう本当に数えきれないぐらいの教会を見てきました。その教会の中でもこれほど、ここほどイエスがリアルなところはありません。超リアルな、もう実物大のイエスがいます。すごい。普通の教会だとイエスがこう十字架に貼り付けられている状態なんだけど、これは十字架から下ろされている状態です。初めて見た。しかも髪の毛まで生えてるっていう、その髪の毛は本物の髪の毛です。 It looks so real. Like, I mean, you can basically feel the pain he went through. And the hair, I mean, it's real after all, but wow.山まで建物でカバーされてますよ。覆われてます、完全に建物で。従業員たちがサッカーやってますよ。ここ多分世界で一番標高が高いサッカー場だと思います。We just found this market at the top of Monserrate, and there are different stands, and I guess there are many religious souvenirs, but also like hats and little bracelets and stuff. Coca. Se de coca la oficina. Coca の葉っぱが売ってます。薬品用のクリームであれば合法で売ってもいいみたいです。You can actually put your liquor inside. This is not something I would get. Monserrate の上にはかなり売店がいろいろあって、レストランもいっぱいあるんですよ。あの下に降りると結構時間かかるので、ここで昼食を取ります。So, then we'll go down and maybe visit the city center, guys. We've been waiting for more than 30 minutes. This is the situation.楽しい。人いっぱいいる。I feel like a sardine in a can. かなり気持ちいい場所です。大学がここに、コロンビアで有名な大学なんでしょ？コロンビアで一番頭がいい大学があるらしくて、このエリアすごい歩いてて気持ちいい。全然怖くもない。いろんな種類の日本では見ない花が植えてあったり、木があったり、こういったイメージは全くなかった。コロンビアはもうちょっとこう歩きにくい場所だと思ってたけど、歩いてて気持ちいい場所だね。俺らあそこにいたんだよ、山の上。歩けるわけない。俺は行けるけどね。私は行けるよ。いつか歩いてみたいの。あれ、こんなにぶっといヤシの木見たことある？こんなまっすぐ。What's normal for me, it's very surprising for Kaito, so it's very fun to travel with you, my love. I don't remember like Bogota having these big spaces, open spaces where there are no cars. I mean, there's a lot of noise, of course. It's pretty nice. We're really liking Bogota so far. もう歩いてて本当にこんなに歩けるとは思わなかったね。大学の近くだからっていうこともあるかもしれませんが、ここら辺はすごいこう人もにぎわってます。市場みたいのもやってて、物を売ってたり食べ物を売ってたり、すごくこう安全な感じがしますね。こんにちは、皆さんいらっしゃい。ここが僕たちが2泊するホテルです。ボゴタの北側に位置するホテルで、ここセリーナホテルっていう名前です。このエリアにはショッピングモールだったり、レストランだったり、バーだったり、飲食店がたくさんあるみたいなので、夜友達たちとここに飲みに来たり、または買い物したり、そういったことをするのに適している場所みたいです。僕らが寝る場所はここですね。
コロンビアテイストですね。このカラフルですごいいい感じです。壁の色とかもいいですね。おしゃれです。で、こっち側では仕事をしたいと思います。動画の編集だったり、檻のちょっと邪魔をしたりする場所ですね。そしてこっち側にはトイレでございます。ここは洗面台、トイレ、シャワーがあるスペースです。鏡もでかくていいですね。シャワーなんかもかなりおしゃれですよ。見てください、ここシャンプーのところ照明がつきますわで、コロンビアのトイレは基本的に多分どこも同じだと思うんですけども、トイレットペーパーをそのまま流しちゃいけないんですよ。このゴミ箱に捨てるようにしないといけないです。皆さん、コロンビアに来るときは気をつけてください。このホテルを選んだ理由は他にもあります。なんとホテルの中に雰囲気のいいレストラン、そしてバーがあるだけじゃなくて、スーパーで買ったものを自分たちで料理できるように共用のキッチンまで用意されてます。スティッカーがあるところがどっからみんなこのホテルに来てるかっていうあれなんだけど、まだ日本からは誰も来てないみたいです。回答初めて、俺らが初めてよ。さらに図書館、映画が見れる本格的なシアタールーム、コーワーキングスペースまであるんです。ちなみにホテルはペットフレンドリー。僕らがコーワーキングスペースを使っている時には超かわいいダックスウンドが。正直こんなに全てが揃っているホテルは初めて見ました。ボータはかなりでかい都市です。にもかかわらず道路はね、本当にちゃんと整備されてない。もう穴という穴がいっぱいありすぎてスーツケースで移動するのはむっちゃ大変です。スーツケースが見てください、これ。Just like skateboarding. スーツケースがなかったとしても穴が結構あるんですよ、道路に。なので歩いてて下を見ながら歩かないと落ちます。皆さん気をつけてください。レッツゴーとけど、レッツゴー。見てこれ。オッケー、ダラー。やばっ。今からまたバスに乗ってホテルを変えます。中心地の、本当にボータの中心地のホテルに行きます。日本とは違うね。この時間今11時なんですが、この時間で結構人がいます。朝ラッシュの時は多分すんごいことになってると思う。ここね、東京の新宿駅みたいになってると思います。このバスかなりのスピードで走ってます。かなりのスピードでかなりデコボコの道を走ってるのがすごい動きます。かなり賑やかなバスになりました。When it comes to walking, I mean, certain areas are really nice, but certain others
are really like there's a lot of traffic, there's a lot of I don't know holes in the street, like a lot of noise. そうね。So much happening at the same time. あまり人が歩いてないところはなるべく避けてます。夜歩いたらちょっと怖そうだなみたいな道もあるんで、まあそういうところはあまり通らないようにしてます。There's also dog poo everywhere. 本当にうんこいっぱいあるよここ。ここは歩行者天国になってて、右側が自転車の専用の道みたいになってます。で両側にいろんな店というかフリーマーケットみたいなことをやってます。もう食べ物もあれば古着もあればお土産みたいなものもあればいろんなものがあればもうミュージックもあればすごい賑やかです。車一切通ってないので歩いてて楽しいねここ。そうそうそう。でボゴタは実は世界一車の渋滞がひどい街だったんですよ。今はどうなのか分かんないですが今大変そう。今もそうなのか。その交通渋滞を解消するために自転車のロード自転車専用道路っていうのをいっぱいボゴタの街に作るようになりました。それで今渋滞をどんどんなくそうみたいな流れになってます。レンタルサイクルもボゴタには結構あるみたいですね。もうかなりみんなに借りられてて全然空きはないです。歩きながら宣伝してます。オリアンのカイト YouTube のチャンネル登録者を増やすために後ろもコロンビアでもいろんな登録者が欲しいですね。皆さんコロンビアの皆さん登録してください。この T シャツ実はオーストラリアからの視聴者さんがくれたんです。オーストラリアから日本に来て山口に来て僕らに会いに来てくれた家族がいましてその方々が自分たちでデザインしてくれて後ろ側もね yeah, we love them. すごいかっこいいです。 A mobile bicycle shop. いいねこんな感じの自転車屋さん好きですよ。ここはシモンボリバル広場と呼ばれている場所です。すごい西洋の感じがします。ヨーロッパにいる感じがしますね。僕らかなり旅してきましたけど同じような雰囲気の建物です。シモンボリバルはスペインに植民地化されていたこのコロンビアを独立させた人の一人です。ここは鳩がかなりいます。人の数よりも鳩がいるんじゃないかっていうぐらい。その理由は餌を鳩の餌をいろんなところにみんな置いてるの。ドグラシアス。ドグラシアス。でこういった売り子もいっぱいいます。あとねアルパカとかねあの物を売ってる人靴磨きの人いろんな人がいます。観光客ももちろんいっぱいいます。Walking on a super fun street, which is closed for cars. It's only open for pedestrians. ここの通りは世界中を旅している人たちが自分たちで手で何かを作ってそれで売ってまた他のところに旅に出かけるっていうようなことをしてるみたいです。なのでネックレスとかピアスとかリングとかね、オリも1個もらってました。そうなのでここは歩いててもすごい楽しいですし売ってる人と話しても面白いです。どういった旅をしているのかっていう。 This neighborhood of La Candelaria, apart from the historic buildings, apart from the food, apart from the markets, it is also very popular because of its street art. So we're now on the lookout for some amazing street art.僕が大好きなんですよ。本当にストリートアートだけのために旅をしたこともあります、yes. ヨーロッパのいろんなストリートアートもういろんな写真を持ってるからね今俺、mm. オリがすごいところに連れてきてくれました。ストリートアートのストリートです。With the cobblestone streets, little bit difficult to walk. ああ、どうしよう。Kaito is having some problem walking on this street, guy. But this is so cool. This street here. ここは僕にとってはもう夢の場所です。もうアートしかない。I can't believe I'm Colombian and I hadn't been here before. This is so cool.いやすごいよ。すごい狭い道にもう至る所にアートがもう両端に絵だけじゃなくて彫刻みたいのもあったりします。かっこいいわこの道。 I don't even know how people do to paint this designs, these drawings here because like they're so big and I mean for me I wouldn't be able to do it unless I'm like looking from way behind. It's amazing.
What's this? Chicha. Chicha, ¿qué es? Chicha, a base de maíz. Es una bebida ancestral de acá de Colombia. Se hace a base de maíz. ¿Avec maíz? Maíz, bueno. Sí. Maíz, ¿eh? Este con es de sabores. ¿Alcohol? No. ¿No? O sea, cheers. Es fermentado. O sea, es como una bola. Maíz fermentado. Te comen bien. Está bueno. Ah, sí. Está bueno, ¿no? Tengo más sabores aparte de esta. ¿Esta qué sabor tiene? ¿Qué aunque? Mangolulo. Mangolulo, coreba. Mangolulo es maíz. Mm. O sea, es de sabor mangolulo. So there are different flavors, Boo. ここで見かけるいろんなアートはコロンビアで の, その今までのゲリラの戦争だったり、その動物がどん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 絶滅したり、インディアンの、まあ、原住民の、ね、人たちがどん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 少なくなっていったり、いろんなこう問題を絵にして表してるっていうのが本当に素晴らしいですね。 They also showcase the culture, you know, the music, the food from the country. So it's really nice to come here and witness this. Observe all of the street art here. It's amazing.日本の皆さん見てください、鬼滅の刃はコロンビアでも有名です。ストリートアート、鬼滅の刃で埋め尽くされてます。歩いてるとマリファナの匂いを結構するんですけど、なんとWe were wondering why, like, I mean, we saw way too many people on the street just chilling like that, even though there's police everywhere. And then we read online, and yeah, I forgot, yeah, it was legalized here in Colombia, so people are actually allowed to have cannabis with them, and they're allowed to smoke in a small doses, but they're allowed to do it anyway. 栽培するのもいいらしいよ。売るのはダメらしいんだけどね。吸ったり栽培したりするのはいいらしいです。もう普通にみんな歩きながら吸ってます。ヨーロッパで見てきたストリートアート、こういったグラフィティとここでコロンビア、ボゴタで見るストリートアートは全く違うものです。だからコロンビア、ボゴタで見るストリートアートはどっちかというと本当にこう自然とか動物とか先住民とか、そういったすごいこうリアリティのあるものを表現してます。このストリートアートはカイトと似てるね。ハーフだからね。動物と人間のハーフではないよ。ラーメン屋さんあります。一楽ラーメン。一楽ってアニメかなんかに出てきたラーメン屋が、ナルトじゃなかったっけ。あの、知ってる人いたらコメントで教えてください。あボゴタ、 Our Bogota adventure is coming to an end. We're leaving the city tomorrow. But I want to know, how was it for you? It's Kaito's first time, so I want to know, what do you think about the city? ボゴタはみんなから危ないよ、コロンビア危ないよ、特にボゴタは世界で一番危ないところだったんだよっていう話を聞いてたけど、正直全くそれは感じなかった。確かに夜危なそう、ここ夜危なそうだなみたいなところはあったけど、全くそれは感じなかったね。それよりも思ってたのともう全然違いました。例えばバスもすごい綺麗だった、私にはもうすごいびっくりした。それはでしょ、もっとボロボロで、もうなんか昔の例えばね、日本のバスとかをこっちに持ってきてなんか運転してるのかなとか思ってたけど、もうすごい綺麗だし、ちゃんと整備されてる。確かに道路はデコボコね。そう、すごいデコボコけど、もう全然イメージとは違います。もう人もすごい、当然フレンドリーだし、食べ物も当然むちゃくちゃ美味しいですよ。しかもストリートアート、もう僕が大好きなストリートアート、本当に大好き大好き。歩く楽しみ、僕は歩けないと思ってました。ボゴタは歩いたら危ないってずっと聞いてたので、けど歩けました。Yeah, むしろ歩かないと損だよね。 Lots of places where you can walk. The city center was pretty nice. 俺はボゴタはむちゃくちゃ好きです。むちゃくちゃ好きだった。 I'm so glad you liked it. これからまだまだいろんなところに行くので、どんどん僕らの動画を見ていってください。Follow our adventures. それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。もちろんこれもありますよ。ちなみにカイトアングリするとき、 こ, こ
こみたいね。いや全然違うよ。Just joking around, guys.